皆さんこんにちは、ネタフリ社長の佐藤しゃぶです。皆さん、僕はですね、今日この動画をもう3ヶ月ぐらい前からもう撮りたくてずっと我慢していたんですけど、今日ようやくこの動画を撮ることができて、まず本当に嬉しい気持ちいっぱいです。で、何がそんなに嬉しいのかというと、実はですね、皆さん、洗濯が経営している、サンドイッチ専門店エントサンドというね、サンドイッチのお店があるんですけど、まずそのお店が先日2月11日に1周年を迎えることができたんです。それはですね、ご来店いただいている皆さんとか、応援していただいている皆さん全てのおかげで、1周年迎えることができました。本当にありがとうございます。で、早速本題なんですけど、実は、そんなエイトサンド、新たなチャレンジが始まったわけなんです。で、そのチャレンジが何かというと、皆さん、まあ、F の、まあ、ホームとかにある、クヨスという売店、ご存知でしょうか？もうね、有名だと思うんですけど、そんなクヨスさんがですね、もう今から3ヶ月ほど前なんですけど、まあ、エイトサンドに、クヨスの、まあ、売店だったり、コンビニだったり、そういうところで販売しませんかっていう声をかけていただいたんです。これがですね、かなりすごいことなんですよ。エイトサンドからしたら、本当に大きなチャンスをいただいたと思っているんですけど、で、今日2月17日なんですけど、その、フロスさんとの、まあ、契約の第1弾として、名古屋市、東区にある、JR 大曽根府の、ベルマートフロス、大曽根さんで、サンドのサンドイッチが、限定じゃないですよ、常設で販売させていただけることになりました。かなり僕はテンション上がってます。本当に嬉しくて、もうこの2、3ヶ月、この日のために、準備に準備を重ねて、店の、スタッフの皆さんにも協力してもらって、今日という日が迎えられたことが本当に嬉しく思っています。で、今日ですね、僕、ベルマートフロス、大添さんが、まあ、リニューアルオープンということで、実際に、行ってきたんですよ。で、CGC テレビの、チャントさんに、ついてきていただいて、お店の様子だったり、販売されているところをちょっと撮っていただいて、僕もね、実際にその場で見させていただいたんですけど、やっぱりね、その、まあ、店舗での販売も大事なんですけど、そうやって店舗外で、ましてや、F で本当にたくさんの人がいるところで、販売させていただける場をいただいたっていうことが本当に嬉しく思っています。なので皆さんね、名古屋市のね、東区にお住まいの方だったり、あとはまあお仕事とか、まあ、プライベートでも、JR 大曽根 F さん、利用されると思うんですけど、まあ、もしね、F に行かれることがあったら、ぜひ、ベルマートフェス大曽根さんに入っていただいて、エイトサンドのサンドイッチ、手に取って、もしよかったら、お買い上げいただけたら嬉しいなというふうに思っております。本当に、エイトサンド始めて1年経ったわけなんですけど、大変なこととか、しんどいなと思うことも正直にたくさんありました。でも、こうやって、やっぱりね、月並みのことまではあると思うんですけど、頑張って、諦めずに、みんなと力を合わせて、前に進んでいくと、こんなにね、大きなチャンスをいただけるっていうことを、改めて僕自身、感じましたし、これから、ますます頑張っていきたいなと思いましたので、今日の様子を皆さんに、お届けさせて、いただきました。この動画がいいと思った方は、いいねボタンと、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回のサブチャンネルは、これで終わりたいと思います。
今日も皆さん、お疲れ様でした。